温泉までは川沿いの小道を歩いていきます。温泉の様子です。源泉に近いところはかなり高温です。いい加減です。気持ちいいですね。水着を着て入浴します。4月のラオスは気温が高いので、少し暑いですね。村に住む子供たちは、温泉よりも川で泳ぐ方が楽しいようです。暑いので、冷たい水の方が気持ちよさそうです。温泉の源泉は、このような感じです。源泉はかなり高温で、入れないように囲いがしてあります。卵を入れれば、温泉卵も作れるようです。温泉の温度が高いので、川の水を入れて、ちょうど良い温度にしています。ゆっくり温泉に浸かったら、帰りましょう。ゲストハウスもあるので、宿泊することもできます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。